この始まり。蔵前に行きました。のカフェまで15分くらい歩くんですけど、死にそうだ。超おそろいなキャップ、シナタンのブランドのだよ。かわいい。魚は見えない。クジラはクジラはほらほらおるわけないだろ。絶対気のせいやから。聞こえとるわけないやん、この距離で。今めちゃくちゃ歩いてきてるんですけど、全然見つからない。汗だくで死にそうだ。ほにゃ、下なわけなくない。だってここになったんだ。海だよ、下は。え、どこ。海じゃなくて川か。え、ないよ、お前ついた。え、この真ん中になったのに橋の下ない。違う違う、どこ。ないよ、お店がない。やばい、あと7分も歩くんですけど。合計30分ぐらい歩いてる。
っちゃ外観が可愛い。夜とかすごい素敵そう。はい、今日は蔵前で降りて浅草橋の方のカフェも行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。蔵前カフェは、蔵前にカフェが結構あって、うん、前からずっと来たいなって思ってたので、ちょっと遠かったけど、うん、これで良かったです。なんか前にあのノートをそうあの作りに来たんやけど、うん、それも蔵前でしたね。ちょっと離れてる場所は違うかもしれんけど、そのノートを作れるところも、うん、蔵前に確かあった気がします。じゃあ今日はこの辺りにして、そろそろ帰りたいと思います。ではまたカフェ巡りしたいと思います。皆さんも何かこっち、皆さんもどこかおすすめのカフェがあればぜひ教えてください。お願いします。じゃあねー、バイバイ。